仙台一極集中、宮城県の悲劇。宮城県の高校は平成22年から全県一学区になっています。つまり宮、えー、宮城県の全域、どこに住んでいても仙台の高校に通っていいんですね。新幹線通学、高速バス、JR、比較的交通の便が良いので、宮城県内、どこからでも仙台の高校に通って良いということになってしまった結果、仙台市内の高校に 賢い高校生が集中してしまい、旧制中学発祥の伝統校が著しく凋落してしまいました。仙台市以外の各地にある名門高校。まあ、古川高校はまだ、えー、国立83名、東北大7名まあ、これ一応各高校のホームページを見た。最新の大学合格実績なんですが、古川高校はまだ持ちこたえてるんですが。 えー、角田高校、国立9名、東北0。月立高校、国立4人、東北0。佐沼高校、ここは登米市で、交通の便が悪いので、まだ持ちこたえてますが、それでも国立大22名で東北大1人。白石高校、国立48人も受かってて、よく頑張っているように見えますが、東北大は0で、福島大19人、山形大9人で稼いでる。塩釜高校、旧制中学ですが、多賀城高校もできちゃったんで、 ここはもう、国立大学に行く雰囲気は全然ないですね。でもなぜか埼玉大1名。石巻高校。まだ持ちこたえてるとは言えるんですが、国立58名、東北大6名、山形大16名。まあ、まだ持ちこたえてますね。さすがに仙台から遠いからでしょうか。気仙沼高校。ここはまあ、仙台からはかなり遠いですね。通学できるポジションではない。国立25名、東北大1人ということで、まあ、この角田、 えー、月館佐沼白石あたりの落が激しい別に仙台市内の名門高校から東北大学や国立大学入れればいいじゃないかってみんな思ってるんでしょうけど僕はそう思ってないんですよ。なぜかというと仙台市ばっかり栄えて宮城県の地方都市とか遠いところの町がめちゃくちゃさびれてしまうんですよね。 住んでる高校生は家こそ田舎にあるものの、高校は仙台ですから、自分の出身の町に何の愛着もなくなってしまうし、もちろん大学行って、就職して仙台や東京に行ったまま帰ってこないわけで、地域に名門高校がないっていうのは、その町がさびれてしまうっていう点において、極めて深刻、えー。築立高校であれば栗原市、佐沼高校なら登米市、で、角田、白石古川、この辺り、 しかも、これら高校があるのは、まだ町の中心で、郊外に、平成の大合併までは村や町だった町がいっぱいあるんですね。ほとんどの人は関心持ちません。で、そういうとこにあった高校もどんどん統廃合されています。なので、私ははっきり言って、仙台市内に集中する名門校に興味はありません。どうぞ東北大入った人数、競い合ってください。仙台ははっきり言って、僕的にはどうでもよい。問題は地方都市です。 僕は地方都市が気になってしょうがないんです。特に栗原市や登米市の市役所がない町ですね。いっぱいあるんですよ。そういうとこ地図で眺めながら、こういうところが観光客が来るグランピングの町でいいはずがない。その町に生まれて、まあその町の中学校を出て、で、できる子はみんな仙台へ行っちゃう。でそんななにお勉強がが微妙な子たちが 俺ら、かつての名門高校に集まって、で、まあ、仙台市内の大学行ったり、就職したり、専門学校行ったりするんですけど、とにかく地域に人材が残らないわけですね。俺はだいぶ深刻だと思うんですけど、角田市や栗原市や登米市、どう思ってるんだろう。石巻ですら、あと白石もですね。結局、昔は仙台の高校に行けなかったわけだから、東大、東北大なんていう生徒もいたはずなんですよ。で、それが全部仙台に座れちゃって、 結局、これら地方都市に社会のリーダーになっていく学力上位層の若者がもはや高校の段階でいない。10年、20年先の市長さんとかどうなるのと。自分の街のことよくわかんない仙台の高校出た人ばっかになっちゃって、その、かなり地方都市さびれちゃうんじゃないのこの一極集中によって。滋賀県もそんな感じですよね。ゼゼ高校とその他大勢みたいになっちゃって。 彦根東ですら、調落していると言われてまして、まあ、全県学区にしたのは意図あってのことでしょうが、本当に宮城県は仙台栄えて県全体は滅ぶという状況に向かっているというのが、実際にこれらの高校に行って感じることですね。なんとか僕は立て直したい。そして、この栗原市や富士市や角田市や丸森町の人も真剣に考えてほしいんですよ。うちの子頭いいから仙台の高校行けましたでは問題が解決しないのではないか。まあ、もちろん 仙台の高校に入れない学区に戻せなんていうつもりはありませんよ。しかし、このままではまずいのではないか。もっと過疎化が進んで人口が減り、地方自治体、宮城県のいろんな町や市で活躍できる人いないんじゃないか。これらの高校はもはや頭いい中学生を全部仙台市内に座れてますから、起死改正の手段としては、えー、共通テストのない学校推薦型選抜で北大、東北大にぶっ込むしかありません。で 住んでる町が仙台じゃなくて、えー、富士登米市だったり、栗原市だったり、丸森町だったり、白石市だったりして、それぞれの自治体は大きな課題を抱えています。なので、やはり地域探求でしょうね。自分たちの町で起きている問題、課題、山のようにあるわけです。経済の問題、医療の問題、福祉の問題、土木の問題、そういった問題に対して、地元に住んで、地元の高校に通っているからこそ表現できること、仙台の頭いい高校じゃないからできること、 それをしっかり探求で頑張って、推薦で、まあ、頑張れる子は共通テストのある推薦で、これら国公立大学にきっちり行き、地元に帰ってきて活躍できる。まあ、地元帰りたくない人は尊重しますけど、まず一つ、これら頭いい子たちを全部仙台に座れちゃった元名門校は、同じことやってもしょうがないんで、もう共通テストなし推薦で国公立行くしかないと思います。考え方によっては、 共通テストのない推薦で千葉大とか横国とかつくばとか行ってもいいと思うんですよね。都会の点数競争の人と違って、私が住んでる町はテンパってんだと。熊が出て困ってんだと。農業も漁業も医,が医療も困ってんだと。はっきり言って、私はチャンスだと思う。この月立高校とか、猿間高校とか、白石高校とか、角田高校に通ってて、それなりにいい大学目指してる人、チャンスですよ。点数の競争だけでやってたら仙台の高校に勝てませんけど、 あなたが住んでる街はやばいんです。そのことは分かってるはずです。さびれた商店街、お年寄りばかり、産業もない、津波は来たし、やってらんない街多いでしょなので、皆さんは、課題が多い街に住んでる、そして仙台市のトップ校ではなくて、地元高校に通ってるっていうのは、地元の地域探求をやる時間がたっぷりあると、私は思います。そして、その問題を解決するために、 東京や東北の一流の大学へ行きたいんだ。そこでしっかり学んで、まあ、社会で活躍したいっていうのはありだなと思うんで、僕自身はこの落ちぶれてしまった名門高校はチャンスだと思う。とはいえ、じゃあ自分が宮城県のこれらの地方都市住んでて、自分の子供がそこそこ勉強できたら、そら新幹線で仙台行けって言いますよねと。まあわかるんだけど、一定数残ってるわけで、今のままどんどん子供が減っていけば、本当に これらの地方高校はなくなってしまって宮城県イコール仙台しか高校がないっていう状態がやってきます。やばいです。このことにあんまり宮城県の方が危機感を持ってないっていうのが何とも言えませんが個人的にはそういうわけで宮城県のへ地の高校僕は応援してます。応援に行きたいんで呼んでください。